ドンミシはるか、ことね、まほ、私たちはちごです。皆様に超重大発表があります。この動画はすごく大事なので最後まで見てほしいです。そして今から発表するこのプロジェクトは今後もこのチェゴチャンネルに出していく予定なのでチャンネル登録もお忘れなくお願いします。結論から言いますと12月12日ゼップ新宿で私たちと一緒にステージに立ってくれる人たちを募集します。イエーイ。オーディションの詳細は最後にお話しするので最後まで見てください。で、なんでこの企画をやるかというと私たちといえばやっぱりダンスじゃないですか、うん、で、チェゴが結成されたのもダンスのきっかけっていうのもあるし、もう一人一人がねダンスがすごく大好きなんですね。ダンスが好きな人たちってやっぱ日本全国に絶対いると思うので、いるね、その人たちを集めて ZEP っていう大きなステージでダンスが好きな人たちと一緒にパフォーマンス、ライブの上でパフォーマンスをして盛り上げたいっていう思いが芽生えました。で、今回大きな ZEP という目標に向かうにあたって視聴者さんも含めいろんな方たちを巻き込んでこの一つのプロジェクトを達成したら面白いんじゃないかっていうことでこのオーディションという結論に至りました。ダンスが大好きな人たちと一緒に ZEP を迎えられたらすごく嬉しいです。今まではずっと3人でステージを作り上げてきたんですけど今度はみんなで一緒にステージを作り上げるということを経験してみたいと思い今回のオーディションを決めました。そしてねやっぱり ZEP に向けて、うん、私たちは本当に過酷な戦いだしもう ZEP がね埋まるかももうわからない状況で本当一日一日を大事にもう過酷な挑戦をしていかなきゃいけないっていうことはもう決まっていてで本当に辛いと思うんですけどもその中でもやっぱり楽しむっていう心を忘れちゃいけないっていうのはこの3人の中で話しててでこのオーディションもねやっぱり ZEP に向けて本当にもう最高到達点と言ってるので素晴らしいステージにしたいんですよ。で私たちめっちゃ熱も入ってて気合も入っててもうやってやるっていう感じなんですけども楽しむっていう気持ちは忘れないので皆さんはオーディションを来るときはもう楽しむダンスが大好きなんだよっていう気持ちを私たちに伝えてほしいなって思うのでなんか真剣になんか私ダンスあんま売れないからとかじゃなくてダンス大好きダンス楽しい楽しんでる私を見てっていうもうほんとプラスな思考ポジティブな気持ちでオーディションに参加していただけると嬉しいです。でオーディションの日時はちょっと期間がタイトなんですけども10月5日19時夜の7時よりスタートします。オーディション会場はエンスタジオ宮下パークで行います。でオーディション内容は自己紹介と1分間のダンスになります。その他にも特技があったらそちらを披露していただいても大丈夫です。で特技がなくてもオーディションに参加したい方は自己紹介だけでも参加可能なのでぜひお気軽に自己紹介しに来てください。エントリーの締め切り日は2024年10月4日23時59分までです。本当になんかこのすごいねみんなさんを巻き込んでこのプロジェクトを達成できたらすごい面白いなと思うのでダンスガチガチにやってる人とかだけじゃなくてなんかダンスが本当にただただ大好きでやったことないけどやってみたいなとかオーディションっていうもの自体に参加してみたいこの自分の今の実力ってどんなくらいなんだろうとか確かめたい人とかでもいいしもちろん売名で売名チェゴチャンネルそうチェゴチャンネルにね出て売名もしたいなっていう人とかでも全然もう OK です。本当になんかこう楽しんで皆さんと一緒に作り上げていきたいのでぜひご応募お待ちしております。お待ちしております。待ちしております。で応募フォームは概要欄に載ってますのでそちらからどしどし応募よろしくお願いします。お願いします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録そして今回は応募よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで以上チェゴでした。